ブケディと2001年から2005年の県境ブケディは、ウガンダ島南部の伝統的地域。バントゥー語でナイル系の民族をバケディと呼んだことにちなむ。ガンダ族の将軍、セメイカクングルが1899年から1902年に、この地を征服しブケディのカバカと呼ばれた。カクングルは、ブケディとブギス南部のムバレを、 自らの領地としたが、イギリスに協力してゲームガンダ領を平定した。主な住民は南部に、ナイル系のテソ族及びジョパドラ族、北部に、バントゥー系のグーエル族、ケニー族、ケニア国境両側に、ルイア族である。北には、テソ地方、東にブギス及び、ケニア西部州、南はわずかに、ビクトリア湖に望み、西は、ブソガと接する。 面積は4 5 5 3トル。ウガンダ独立時には、ブケディ県が置かれ、1967年までは、ムバレガブギスとブケディの県庁所在地とされた。1967年にドロロに、県庁所在地が移された。1974年に、ブギス、セベー、テソと共に、東部州とされ、ブケディ県も南北に分割された。 1979年に州が廃止され、北がパリサ県、南がトロロ県に解消された。1997年3月にトロロ県南部がブシア県に分割された。2005年7月にパリサ県東部がブダカ県に、トロロ県北部がブタレジョ県に分割された。ありがとうございます。